8月29日、現地時間28日、レブロン・ジェームズ、ロサンゼルス・レイカーズが高校3年時に着用したユニフォームが、来月香港で開催されるジュリエンズ・オークションのイベントでオークションに出されることになると、ザ・ースレチックが報じた。動画、レブロンの高校時代のハイライトプレイ集。 オオハイオ州アクロンにあるセント・ビンセント・セント・メアリー高校で数多くの偉業を成し遂げてきたレブロンは2003年のドラフト全体1位でクリーブランド・キャバリアーズから指名されて NBA 入りを飾り2024-25シーズンでキャリア22年目を迎える実際に着用してプレーしてから22年以上が経過した今オークションへ出品されるこのユニフォームは100万ドルから200万ドル 1> 約1億4400万円から2億8800万円で落札される見込みそのため高校の未使用ユニフォームとしては史上最高額になると同メディアが報じているレブロンというスーパースターが高校時代に残してきたインパクトの大きさを考慮すれば十分ふさわしいと言えるだろう